ええー、ノリノリの星です。です、です、です、です。<laughs> はい、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 は,ーい,はーい。元気ですかスマイル、スマイル、スマイル。んー。はっ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 は。面白いね。うん、はい、えー、えー、宇宙語を話す女性の二つ目、二つ目見ます。 えー、今回はとても厳しいことを言います。うんえー、実は、えー、昨日ね、その藤沢のお話し会をしている時に、この宇宙語をペラペラ喋る女性が、突然、私もちょっとあの前に出て話していいですかってなったの。おー、すごいと思って。で、もう恥ずかしがり屋で人前で喋るのが上がっちゃって、もうどうしてもその殻が破れなくてって言ってたんで、 前回、あの、日野のお話し会でお会いした時には、こう、皆さんの前でお話をするというようなことがなかったんだけれど、今回は一皮向けて、皆さんの前に出て話しますというふうになりました。そして、自分の思ったこと、自分の過去の母のこと、そういったことを、皆さんの前で語りました。そして、皆さんからのご質問に対して、答える時には、なんかこう、波動があったみたいで、宇宙語バーって喋って、 うん、そしてなんかね、皆さんとの不思議な不思議な空間を作ってくれました。ね。でここまでは良かったです。しかしです。えー、彼女は、とにかく、えー、ネガティブです。はっきりまして。うん、本人はこれを僕がこういうこと言うと、箸そんなことないですってよく言われるんだけど、彼女はネガティブです。 え何か弾けてません。A かっこ C はある。ね。うん。そして、えー、人からどう思われてんだろうとか、そういったような感情もまだまだたくさん持っている。ね。そして、えー、過去のトラウマをまだ持っていて、それを、えー、出し切れてない。うん。そういったことがあって、言葉の端々で、必ずネガティブな言葉が必ず出てきます。僕ね、すぐ分かっちゃうんです、こういうの。あこの子はポジティブ、ネガティブなんて、簡単に分かっちゃう。 言葉を聞いてればすぐ分かっちゃうんだよ、うんまあえー。そういったことでね、このことをピチッと、バチンと言いました。バチンと。で、僕ね、いつも言うんだけど、普通の方には優しいです。ね。そして、えー、こういうスピリチュアルが知らないっていう方にはもうお笑いをしながら、面白おかしくこの宇宙の話はしていきます。しかし、こういうそのスピリチュアルなことをやる人、 ねえー、そういう影響力のある人スピ系でなんか人をねあのヒーリングするだとか、えー、なんかこうコーチをするだとかそれで金を儲けるとかっていう人を見た瞬間には僕はとにかく厳しいお前本物かってお前言ってること大丈夫かって言ってることとやってることお前ちゃんとできてんのかっていつも思う、うん、でその時の僕の基本軸僕のですよ 僕の基本軸は、お前、ちゃんと先進ができてるか、御霊が磨けてるか、菩薩下作業してるか、菩薩下作業って厳しいんです。何があっても、すべての出来事に、ね、感謝して生きよなんです。何があってもです。いいですかこれは何があってもですから、交通事故にあって、はねられても、 感謝しようですよ。ね。自分は青で信号を渡った。そして横から赤の信号でバーンとこう車がよ近づいてきて自分が跳ねられた。三次元的にはその現象を見たら、全くもって10対0で相手が悪い。しかし自分は大怪我を負った。そのことに対して、それすらでも、それすらも、 感謝して生きようですよ。わかります、うん、例えば今日今日まで突然ね、健康だった。しかし、次の瞬間脳梗塞になってふわっと倒れてバターンと倒れた。これが20代だ、30代だだったとする。まだこれから未来がある。まだまだ若い。子供も小さい。もしいろんなシチュエーションがある。しかし脳梗塞で体が動かない。なんで僕だけ なんで私だけこんな目に遭わなきゃいけないんだってなるでもその状況であっても感謝して生きようですわかりますかそういうことが先進御霊磨き菩薩下座業なんですつまりねえ簡単じゃないんですよということです口で言うのは簡単いざやるとなったら 指南、ね、の技なんですこの御霊磨きというのはこれが僕のベースですベース自分軸ここから僕はこう霊的能力の高い人をジャッジというか、えー、まあさにというか通信簿をつけてますうん相手に言う言わないは別としてね僕の目線ですこの人は本物かな本当の高次元のところからのメッセージ受け取ってんのかな それとも、狐だ狸だっていうところからのね、邪霊の念を受けてんのかなって、そういうのをずっと見るんです。うん。で、これが最近では宇宙人というのが加わったんです。ね。多生人でもいいんですよ。低級的な宇宙人からのメッセージなのか、本当に高次元で愛あふれる人からのメッセージなのか、そこを見てるんです。その時に、この彼女をとても 心の底を厳しく厳しく僕は、えー、ジャッジするというかあのこう深掘りしてこう見届けてるんです。うん、でこの時に僕は不干渉の法則というのがあるので彼女の人生に立ち入ることはしません。だから彼女の方から教えてくれとか彼女の方からえー もっとあの心のことを学びたいとかって言ってきた時にはあのお伝えはするけれども、えー、すごくポテンシャルはあるけれども、えー、自分僕の方から教えることはしない、うん、ということを僕は、えー、徹底としてますただしね昨日一つだけあの僕久しぶりにねあのブチーンってきたブッチーンって、うん、そのことを話そうと思うんですが 彼女ね、みんなの前であの出て話し出したまではいいんだけれど、その時に何か知んないけど、えー、不思議な治療器があるから、これに入るとなぜか知んないけど、こ物がよく、体が良くなるみたいなことを言い始めた。ね。それを、えー、言い始めた。そこまでまだいいのよ。その次、その後聞いてた人が、 三人ぐらいが一気に反応した。お店どこですかすぐに行きたいんです。うん。場所はどこですかってなった。その瞬間に、僕、バーンブッチーンって来ちゃった。せっかく最後は先進だよ。内観をするんだよ。病気の原因は自分の心にあるんだよ。ね。 体が調子悪いのは自分の生き方が違ってるからなんだぞというメッセージを、こう、は、なんだろう、話したばっかりなのに、次の瞬間、その彼女がそういうことを言ったら、そこに反応しちゃった。で、例えば僕のいないところでね、違うところでそういうことをやる分にはいくらでもいいんだけれど、 全員が30人という人たちがいる中で3人ぐらいが反応して、そうすると意識がみんなそこへ向いちゃう。バーンって。うん。そうするとまた他人軸になって、霊能者のところに体直しに行く。うん。どこどこに素晴らしい人がいるから行く。そういう風にな、波動になっちゃった。わかりますだから、頼ることが悪いんじゃないんですよ。ね。 行、うん、っちゃいけないとも言ってないんです、うん。しかし、ね、先進をする、内観をする、見たまを磨く、そして、波動を上げる、ここがまず軸です、軸。この軸があった先に、プラスアルファで、自分の体を整えよう、デトックスをしよう、あそれでそこのお,お店を紹介されたら、ちょっとそこを活用しよう。 これは、もう、グググーのグーです。しかし、これをやらずして、そこだけに反応してるから、その波動がバーンと来たんです。ダメだこりゃって。何のために僕はお話し会やってるんやろって。何の意味もないやんって思った、その時。うん、その時に、えー、もうこれ、一期一会だと思って、あ、もう、今日は、もう、今日です。 そこにいる人たちと、もうこれでご縁はなくなるだろうと。それでもいいと。もう、でも僕の今までやってきたこと、魂から思ったこと、神から教わったことは、もう真剣に語って、今日は帰ろうって決めました、うん。で、その後、そのライトランゲージやってる女性に、まあ、ビチーンと言いました。もうは、やめろっつって。うん で、基本はそんなことじゃないと。まずは魂を磨ける。ね。見霊を磨け。先進をしろ。ね。ご法度の心を起こすなね。菩薩下座業をやれ。しくご言をやるんだぞ。ここがベースで、その先にそういうライトラゲージがあるんだぞ。っていうことを、ちょっと語らせてもらいました。えー まあ、昨日の今日ですから昨日の参加者の方が1日経ってどんな感想になってるのかもしくは、えー、3日4日経った時に、えー、本当に、えー、魂のこの根底に染み渡ってよし先進をしようというふうに思っているのかそれともハッシーがなんだあいつあ,んあそこでちょっとねこう感情あらわにして何これと言ったのか。 あと、えー、ちょっと申し訳なかったのが、初めて来た人に、ちょっとかなりレベルの高い、こう、こと、話し方になってしまいましたんで、どんなふうなことになるのか、もう、次はあるのかないのか、これ分かりません。もう、もう分かんない。もう、全部神の領域です。でも、僕は真心込め、愛を込めて、昨日は真剣に語ったつもりです。まあ、これが伝わればいいんじゃないかなと思っています。 まあ、ということで、えー、昨日の藤沢お話し会を振り返っての僕の感想、えー、今日言いたかったことです。発、え、信、ー、ーでしたぜよいよいよよほっほー